今回のノートの四駆はパワーアップしてます。後輪を動かすためのモーター、結構パワフルなモーターを使っているということで、トータル180馬力で、ノートのEパワー全般に言えるこの車の中の静かさっていうのはもちろんこの四駆モデルでも生きてますね。こういったトンネル内、そして今結構後ろにトラックが走っていたりとか、周りも車が多いのでトンネル内通常こううるさくなりがちな状況なんですけれど、そんな中でも静かに走行することができています。この新開発のこのノートの E パワーの四駆のシステムなんですけれども、1万分の1秒単位でこのモーターの前後のモーターのパワーを調整することができるということで、四駆の性能が求められる滑りやすい路面、雪道や凍った道なんかももちろんなんですが、今走行している路面の傾斜や、あとはこう左右にかかる G ですね、こういったものを常にモニタリングして、前後のタイヤの、パワー配分を最適な状態に常に保ってくれるようになっています。はい、今ちょうどちょっと、傾斜の急めな坂道で停車をしたので、またここからの発進を試してみましょう。おそらくこういった環境では発進時により、後輪へのパワーをかけて、登るときにスムーズに登れるような調整をしてくれていると思います。走り出します。本当にスムーズですね。で、肉の車にこうありがちな停止状態からぐっと加速した瞬間にこうフロントがこうちょっと持ち上がるような感じが必ずあるんですけれど、でそういった感覚も全くなくて、こうしっかり後輪からもぐっと車全体を押して走ってくれてるんだなっていうのが分かります。はい、でここからずっとこう長い下り坂の区間なんですけれど、そうですね、ずっと今前輪後輪両方から、バッテリーに充電をしていますよというマークが出ていますね。でこういった下り坂の中でも、はい、今入るようなこうカーブの中、横 G がかかるような環境の中で、前輪後輪のパワー配分、今は回生中なのでこの回生ブレーキの具合を、うまく調整してスムーズに曲がれる、運転者が快適なように曲がってくれるような、そういった調整をしてくれています。本当にスムーズですね。このぐらいの感じでずっと走れると、山道ワインディングロードすごく楽しいと思います。はい、今もちょっとこうきつめなカーブだったんですけれど、はい、またカーブ来ますね。きつめなカーブです。はい、不安なくしっかり曲がれます。車全体、タイヤ4輪すべてがしっかり地面を捉えている、そんな感じがわかります。肉のモデルのノート、こちらを紹介した際に、今回のEパワーは進化をしてよりエンジンのかかる時間が少なく、つまり発電のためにエンジンを回す時間が少なくなるように調整されてますという話をしたんですけれど、四駆のモデルになってどうしても前輪後輪両方のモーターを動かす分、使用する電力も大きくなってエンジンを回すタイミングも増えるんだろうなとちょっと予想をしていたんですが、そうですね、実際、エネルギーモニター見てるとたびたびエンジンはもちろん回っているんですけれども、うまくこうロードノイズが大きくなりがちな、ある程度スピードの乗った環境だったり、荒れた路面を走行中だったり、そういったタイミングで積極的に、充電をすることによって乗車している方にエンジンが回っているというのを伝わりにくくしてくれています。でなおかつやはり防音対策がしっかりされた車ですので、停車中にエンジン回ることもあるんですけれど、その際もすごく静かで気にして聞いてなければなかなか分かんないぐらいの音量に抑えてくれています。こういった細かい部分なんですけれど、
その積み重ねですごく静かで快適な車に、なっているなというのがよくわかりますね。はい、出発地点に戻ってきました。今回新型ノートの X4 e-power の4駆のモデルを、試乗してきたんですが、初めて乗ったんですけど、印象としてはまず後輪駆動用のモーターが追加で搭載されているので、結構車両重量自体が重くなってるはずなんですけれど、その重さは全く感じません。と言いますか、68馬力の、モーターが追加でついているので、もうその増えた重量を補って余りあるパワーがあるなという感じです。そして、四駆の性能を試すというような、そう言えるような路面では今回なかったので、雪道だったり凍結道路の走行性能というのは体感できたわけじゃないんですけれど、一つこの e-power の四駆ならではかなという印象だったのが、コーナリングだったり、あとはこう信号待ちからの右折左折時にこうちょっと加速をしながら、カーブを曲がっていく、そういった中で、FF の車だと感じられるような、こうちょっと車体が浮く感じだったり、少しハンドルが取られるような感じだったり、そういったのが全くなくて、むしろ FR 車の運転感覚に近いような、車を後ろからグッと押して走っているような、そんなような印象を感じられる車でした。すごくスムーズに走れるし、ハンドリングも肉の e-power 以上に良くなっている、そんな感じがします。この新型ノート e-power の肉と四駆、これはぜひ気になる方乗り比べをしてみていただければなと思います。ちょっと今回短い時間での試乗となったんですが、改めてこの e-power の四駆、新型ノートの e-power の四駆をロングドライブして、その上での感想もお話ししてみたいなと思っています。また先日の動画では e-power の肉と四駆のちょっとした違いを比べた動画なんかも上げたりしています。そちらもぜひご覧いただきたいと思っています。また当チャンネルの中にはノートの全カラー紹介、ほぼ全カラー紹介が上がっていたりもしますので、そちらの動画もぜひ見ていただければと思っています。では動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。